ニューヨークシティマラソンは毎年11月第1日にアメリカ合衆国のニューヨークで開催されるワールドアスレティックスゴールドラベルのフルマラソン大会でありワールドマラソンメジャーズの一つであるニューヨークのごくべてを通りマンハッタンでゴールする高低差のあるコースである約5万人を超える完走者を誇る世界最大のマラソン大会の一つである アメリカ合衆国においては、シカゴ、ボストンと並ぶ三大マラソン大会である。大会は、ニューヨークロードランナー協会が主催し、1970年より毎年開催されている。近年では、IT 企業のたたコンサルタンシーサービシズが冠無スポンサーとなっている。世界中のプロのランナーから、アマチュアの愛好家までが参加している。賞金は、 優勝男女各10万 US ドルから12男女各 1000US ドルまであり、加えて規定時間以内のタイムにつき、ボーナス賞金が追加される。公式に登録されている協会からの公式推薦書があれば参加が保証される。ニューヨークロードランナー協会は、ニューヨークシティマラソンなどを通じて、地域の青少年の身体能力や上層の向上、3000万ドルを超える。 チャリティ収益、そして地域経済の活性化などの貢献を成し遂げていると謳っている。市民ランナーが参加するための方法は複数存在する。太字は世界記録、太字は大会記録。1978年から1980年の大会では中距離ランナーから転身したグレテ・ィ・ワイツが世界最高記録による3連覇という快挙を達成する。 その3年間での記録の伸びは6分48秒にも及び1979年には女子初の2時間30分突破を成し遂げるなど女子マラソンの歴史に一つのエポックを築いた。その翌年の1981年の大会では男子はアルベルト・サラザール、女子はアリソン・ローによって男女アベックの世界記録更新と伝えられた。しかし、 3年後の1984年になって、この年の大会は148メートル距離が不足していたことが判明し、記録は取り消しとなってしまった。その時点では、男女の記録は共に更新されていたが、それによって損をしたのが、ロバート・ド・キャステラで、サラザールの記録の直後に、福岡国際マラソンで樹立した28時8分18秒は、本来なら、 世界最高記録であったにもかかわらず、距離不足の判明時点では、イギリスのスティーブ・ジョーンズに更新されており、一度も世界記録保持者と呼ばれることはなかった。2000年から公式に車椅子の部が加えられている。日本の土田若子が2009年には3位、2013年には2位に入っている。ありがとうございます。